ノックス末広は、長野県長野市末広町にある建築物である。1974年度、長野駅前行軸地前の一角が、長野市発の再開発地区、長野駅前 A 地区として、都市計画決定した。その後長期にわたり、事業化が進まない状態が続いたが、長野オリンピックを3年後に控えた1995年に、一部分で事業化の動きが出たため、 A 地区を A-1 地区 A-3 地区に3分割した。A-2 地区には1997年に書店やオフィスからなるウェストプラザ長野 A-1 地区には2006年度に分譲住宅や飲食店、業務施設からなる a ンシティが竣工した。A-3 地区は1996年から地権者による検討が進められ、2008年に 再開発組合設立。2009年1月より、既存建物の除却、同年5月より、本体工事に着手し、2010年7月に、ノックス末広が竣工8月26日に、近隣のビルより、ホテルサンルート長野が移転オープン。1から4階の飲食店を中心とした店舗も11月までに、順次オープンした。地上11階、地下1階建てで、 5から11階はホテルサンルート長野、1から4階は飲食店やカラオケ店、コンビニエンスストア、超電高速バス案内所を中心としたテナントが入る。ホテルサンルート長野は近隣の長野 NC ビルから移転したもので、同ビルにはその後長野東急霊ホテルが入居している。前面の歩道は広めにとり、隣接するウェストプラザ長野とは、 外壁の色調や高さを揃えて調和を持たせた。屋上緑化や太陽光発電など環境に配慮した設備も備える。2015年3月には本ビル2階からウエストプラザを経由して JR 長野駅に直結するペデストリアンデッキが完成した。ありがとうございます。